皆さんこんにちは。登録実務講習から始まる宅建支援の道というタイトルでですね、お話の方をさせていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。まずは、宅建受験生の皆さん合格おめでとうございます。まあ、合格してない方もこれから、ね、勉強して合格するということで、はい、合格おめでとうございます。じゃあ合格しましたらもう皆さんはですね、宅建は実力で合格したら一生有効なんですよね。まあ合格した方はお勉強しましたよね。例えば皆さんは調子こいてですね、来年殺し屋って無所に入った、それでも有効なんです合格は。替え玉やってませんよね、大丈夫ですよね。カンニングとかやってませんよね。これカンニングとか替え玉とか後からバレてで合格取り消しっていうことはありますが、実力で受かってればもう皆さんは一生受ける必要がないんです。もう合格は一生有効なんで。じゃあ宅地建物取引士合格、これだけでも価値ある資格です。例えば転職とか、就職とかそういった時にですよ、履歴書に書けます、宅地建物取引士試験合格と。君は自己啓発をよくやってる ね、採用。やっぱり持ってないのと何もね、この資格の欄ないのとは全然違いますよね。やっぱそれだけでも有利なんですよ。ところがなんです、この宅地建物取引士合格しました、じゃあです、名刺に宅地建物取引士って書けますかっていう話です。書けないんですね。そうなの？そうなんですよ。合格したそれは合格者です。でその後にあの車の免許証みたいなのありますよね。これ宅地建物取引証っていう、この取引証をもらうにはまだ山場がありますよね。まあ合格にくれたら大した山場じゃないです。まずはその1、これ見ましょうか。今日はせっかくですからこちら、レックがね綺麗なねあのパンフレットをね作っております。じゃあそのパンフレットで今名刺に宅建士とつけよう、なかなかなタイトルですよね。名刺に宅建士とやるためには宅地建物取引士じゃなきゃいけない。じゃあ取引士になるためにはこれパンフレットを、お持ちの方はね、こちらなんでございますがね、ちょっとモニター見ていただいて、実務経験2年未満の方、実務経験というのは不動産会社で仕事をやって2年以上だと合格したら合格証をもらってすぐに登録ができます。だから2年以上実務経験ある方はとっとと言ってください、とっとと言ってください。今回営業対象外なんで、勝手にやってください。いやそんなことないです。ちょっと聞いてやってください。2年以上実務経験がある、俺は不動産会社で3年やってた4年やってた、はい、そしたら合格証を持って登録をすぐできるはずなんですが、これがなかなか結構なお話でね、不動産会社で5年働いてた、でも実務経験がゼロになっちゃうっていう人がいるんです。例えば不動産会社で経理をやってました。経理だとね、実務経験ならないんですよ。これね、都道府県によって実はね、私行政書士っていう仕事やってるね、神奈川と埼玉と千葉と東京、ぐらいなんですけど、厳しいところと厳しくないところがあるんですよ。あんまりそこがどこが厳しいかってあんまり言うべきことじゃないって言われたんで言わないんですけど、もう会社がね、もう採用してました、働いてました、ポーンでそれで通っちゃう件もあれば、ちゃんと実務経験どんなことやったか面談みたいに、何やられてましたって聞かれるとこもあるんですよね。ちなみに東京がそうなんですけどね、東京は、ずっと経理でやってました、じゃあ実務経験なんないですねと。そうなんですよ、不動産会社で働いてるイコール実務経験になるとは限らないんです。あとはかわいそうな人もいるんですよ。例えば、賃貸の仲介でね、私の知り合いの会社で去年もいたんですけどね、先生俺ね8年やってたんですけど実務経験ゼロだったんですよと、だいたい想像つくんですけどね、従業者証明書発行されなかったんです。理由は簡単です、取引士がいないからです。5人に1人以上なんですよね。その会社ね、取引士がね1人しかいなかったんですよ、事務所に。しかもその取引士も名義貸しっていうね、最強ですよね、誰もいないですよね結局ね。でその会社遊び行くと、この取引士ずっと名前書いたんだけど会ったことないですよねと。そんな会社あるんですね。あるんですよ。ちなみにそこの社員さんなんですけどね、受かったんですよ奇跡的に。奇跡って言っちゃ悪いけど受かったんですよ。したら実務経験がない、なぜなら従業者にすると5人に1人足んなくなっちゃうから、従業者証明書出さないでやらされてたっていうね、そんなブラックな会社普通です、この業界、不動産業界は。だから働いてたのに2年以上の実務経験証明できねえよという、哀れな人もいるんですよね。はい、そういった方大丈夫です。レックの登録実務講習を受けると2年間の実務経験が埋まりますということでございます。
まあ、結局に2年間の実務経験ちゃんとまっとうな会社で働いてたら、ね、ちゃんと実務経験の証明書を出してもらって、そしてちゃんと仲介だなんだの仕事をやってたら実務経験認められれば何でもないんですが、そうじゃないと2年未満、要は2年以上だったとしても、はい、ダメなこともあるんで、まあ、そうなるとですよ、登録実務講習受けるしかないんですよ。じゃあその登録実務講習を受ける、はい、受けると取引登録ができます。でちなみに取引登録をするのに、まあ、3万7000円かかります。いや高いですね、3万7000円でもですよ、今宅建ってやっぱり難しいです、うん、難しいです。まあ、昔なんでも通勤通学でちょろちょろっと過去問やってりゃ受かったような時代もありました。でも今違います、大変だったんですよね、皆さん合格してね。その価値ある合格、せっかくですからどうですか、登録して3万7000円を高いと見るか安いと見るか分かりませんが、登録して、で登録するじゃないですか、法定講習、これ合格から1年以内に登録すれば、この法定講習、別名都道府県知事の講習ってやつです。試験でお勉強しましたよね。ちなみに知事の講習は1万1000円です。どこもね金額は変わらないはずです。1万1000円、1万1000円、皆さん合格して、はい、今すぐに登録実務講習受けてすぐに登録すれば1万1000円はいりません。これが例えば2年後ぐらいに、いや今不動産業界じゃねえからいらねえからいいやって言って2年後ぐらいにもし登録して取引書もらおうって言ったら、余分なお金1万1000円かかるんですよ。どうです、早くやっちゃった方がいいと思いません、うん、そうなんです。やるんであれば早くやっちゃいなよと、まあ、逆に、いや宅建は一応叩き台で俺は司法書士になるんだ、え、俺はロースクール行くんだと、宅建は別に興味ねえよ、不動産業界だって興味ねえよ。ちなみに私もそうでした、うん、あのね私も宅建はね全然関係ない時代に向けたんですよ、 あの仕事関係ない時代に、うん、もうな、まあ、興味ですよね、知的好奇心というかね、うん、なんかまあ酒飲んでもう毎日接待だ接待だでもう夜な夜な飲み歩いてるともうバカな大人になっちゃうんで、だからもう勉強でもしようちゃんとって、でね自己啓発で向けたんですよ、うん、だから何にもしてないんです。でまさか自分がねこんな不動産業界なんて下品な業界に行くと思いませんでしたもん。だから特権合格したけど登録しなかったんですよ。したら今どうでしょう、登録して取引士になって、まさか自分が不動産業開業するとは思いませんでした。でしっかりがっつり不動産業界に完全にどっぷり浸かるなんて夢夢20代前半では思いませんでした。人間ってどうなるか分かんないですよね。だからいやーもっと早く登録しときゃ法定講習代浮いたんですけどね、うん、その時は全然興味もなかったんで、不動産業界なんてむしろ行きたくない業界だったんで、ところが人間分かりません。だからせっかく受かったんだったらええんです、どうですか、登録した方がいいんじゃないですかという話です。ということで登録しとくと何が起こるか分かんない、とりあえずもらっとくもいいんじゃないですかということで、登録実務講習はおすすめでございます。であとは登録実務講習を受けて、これあの法定講習受けなきゃいけない人は受けなきゃいけないんですけど、まあ、皆さん今合格してすぐ受ければ法定講習いらないですよね。はい、取引書をもらいます。で交付するのにね、これ4500円だからかかるんですよ。よく金取りますね、うん、本当に素晴らしい集金システムだと思います。でもやっぱりそれもらうためには、証もらうためには取引書もらわなきゃいけない、取引証というのを、そう取引証というのをもらって初めて取引士になれるというか、ここです、名刺に取引士と付けられるんです。だからもしですよ、合格した今の状態で名刺に入れるとすると、宅地建物取引士試験合格者って入れるんですよ、うん、合格者って入れるんですよ。でそれでもいや合格したの分かるし、名刺もらった人はあすごいですねってなるけども、なるんだけども、なるんですけども、はい、個人的な意見言いますよ、個人的な意見ですよ、恥ずかしいです。あのねこれね、あのいたんですよ、あの名刺もらったら宅地建物取引士合格し合格者、その時代その時は宅地建物取引主任者って言ったんですけどね、宅地建物取引主任者試験合格者っていう名刺がもらったんですよ。もうね、なんというんですかね、いやもらって、うん、時計もねその頃もう難しく結構なってたんでね、あすごいですねって言うんだけど、なんか痛々しくてね、だからもう合格して金もったいねえから取引書はもらわないんだけど、でもどうしても名刺に書きたくて取引士合格者って書く、うん、なんかもうこのなんか合格者って書いちゃう、このなんか痛々しさというか、なんか残念な、もうせっかく受かってんだけどちょっと合格者ってこれはからないんじゃないっていうね、うん、あの相手にそういう思いをさせないでください、書かないんならいいんです、書かなくて合格だけでも十分、皆さんは立派なんで、そしたら名刺には書かない、
でも名刺に取り消して書きたいんだったらちゃんと交付までもらってください。あのこれやっぱまずいですよ。あの合格だけしてて取り消しって書くのは嘘ですからね。せっかく買ってんのにそれでなんか嘘だって言われるの嫌じゃないですか、ね、じゃあ合格者って書く。いや、まあ、別に悪くはないんだけどなんか中途半端なんですよ。しかも登録だけして終わりなんて言うとどうなると思います？取引士、資格者、有資格者ですよ。いやそれもなんか中途半端ですよね。やっぱ取引士って名乗るためには交付がいるんです。ということで、はい、合格だけでは取引士の業務はできない。名刺にも書けない。だから仕事をやんない人でもこれ登録してせっかく努力して得た合格なんだからじゃあやった方がいいんじゃないかなって個人的には思います。実務経験なくても登録実務講習講習で宅建士登録に可能に、うん、でちなみにです、2年未満の方はじゃあ試験合格したら、実務講習と受ければ合格すれば登録ができる。でも合格ということはまた勉強しなきゃいけないんじゃないの、うん、そうですね、うん、ただその勉強というのがどんなもんなのかっていう話をしておきますね。でまずは、まあ、このカラーのパンフレで2日間連日暮らしに加え2日間週またぎクラスもありますよ、レックだと。あとは1日で無理やり詰め込むっていうのもありますよっていうね、まあ、それはねこの申し込み案内とかでねそのスケジュール関係を見ていただきゃいいんですけど、まあそうですね、あの来ていただいてお話聞いていただくのは、うん、まあ2日間です基本。1日で終わらすクラスもあるけど、はい、2日間です。じゃあこの2日間聞きゃ終わりなのと。ところがねもうちょっとねあるんですよ。それはこちらです。あ、カラーの方がいいですね。はい、まずお申し込みいただきますとね、はい、通信講座っていうのがあります。これあの宅建試験合格のための講座だと通信生クラスで2つでね、別に通信をウェブとかでね、もしくは DVD とかで見てもいいし見ないで生クラスだけでもいいんですが、この登録実務講習はまずはテキストとかドカーンと送られます。 DVD が送られます。その DVD、はい、通信講座で見ていただいて自宅学習を行う。でスクリーニング来ていただく、うん、で修了試験で修了書発行という流れになります。どうこれをやるの、うん、やるんです。 DVD だ、 DVD 見るんです。面白いですよ、その面白い。あ、私はやりませんけどね DVD はね、うん、でもまあまあその DVD があるんですよ。その DVD を見ていただいて学習を行う、うん、ただこれね学習を行っていただくんですが、その学習したっていうねその何ですかそのエビデンスって証拠がね別に提出いらないんですよ、うん、やってましたみたいな体で来ていただくということなんですよ。これ皆さん大人だから言ってる意味わかりますよね。あと登録実務講習の当日生クラスの日に来てそんでテキスト送られたものをビリッと開けてる人もいるんですよ。 DVD が綺麗なままに、そういう人もいるんですよ。言ってることわかりますよね、うん、ということです。一応通信講座を受けるというこの理屈は分かっておいてください。でスクーリング来て2日間を受けなきゃいけない。じゃあその2日間受けなきゃいけないんですがどんぐらいあんのと、はい、そここの申し込み案内に出てるんですが、まず自宅で DVD 見で、ね、ちなみにこれ DVD ってそうですね、全く実務経験全くない本当に不動産全く取引のイメージもつかないという方は実はねある程度ね DVD 見といた方がいいんです。そうしないと以上不動産の宅建試験合格してんだから不動産のある程度ちょっと知識はある前提でねスクーリングはやらせていただいてるんですよ。そうするとなんだか分かんねえよっていう方もまれにいらっしゃるんでね、うん、だからまあ早聞きでもみんなとりあえず DVD でちゃんと学習していただいて、そしてスクーリング見てください。12時間の演習で、演習って言っても聞いてるだけの時間の方がいいですよ。であとは演習というのはこれテキストを持ってきました。はい、このメインのテキスト、そして資料集、そしてワークブック。じゃあこの3点でやっていくんですが、それを12時間やって1時間の修了試験。これが修了試験。丸抜式、記述式、20問の出題。それぞれ8割以上の正解で合格。うわー、8割か。結構きついですよね。8割ですよ。いや、8割ってやっぱりきつくないですか。宅建試験だと8割って言うと40点ですからね。いや40点合格はきつくねってなりますよね、うん、ただねこの20問丸抜式正解、記述も20問出てき8割以上の正解、これね実はこのテキスト見ながらでいいんです。持ち込み可なんです。いや持ち込み可なんだ、ということは見ながらできるの、そう見ながらできるんです。
もはや試験じゃないですよね。見ながらできるんで。しかもですよ、はい、耳寄りな情報です。これね、講義中テキストにここガーッと引いてくださいって、ガこのガーッと引いてくださいって、線ガーッと引いてくださいって、私講義でガーッとかギャリガリーとかって言うんですけど、はい、言います。まあ、私はとりあえず講義で言います。まあ、他の先生方もみんな言うと思います。うん、その塗ったところがですよ、出るとは言いませんよ。出るとは、出るとは言いませんよ。そんな出るなんて言ったらなんか皆さんバカにしてるみたいじゃないですか。出るとは言わないけど出るんじゃないですか。だいたいそういうなんかこういうなんか法廷講習みたいなね、そういうなんか国のなんか機関みたいなのがやる講義ってそういうもんじゃないですか。うん、要するにちゃんと寝てねえで起きてたなお前なっていう、そういう感じの試験じゃないですか。そう、出るところが塗られ、そしてそれを見ながら丸抜できる、記述もできる、もはや落ちたら人間ではないぐらいのレベルですよね。うん、ところがこの登録実務講習の合格率が 95% とか 98% とかって言われます。うん、まあ 15% 前後のね、宅建合格された皆さんがね、落ちるわけないですよね。ところが気になる 5%、うん、でこれはね、大体あの遅刻したとかね、そういった方もね含めてです。あとね、やっぱり油断するとね、どこに書いてあったか分かんないとか、あと本気であの寝てると起こされるんですけどね、でも起こされるんだけど、どこに書いてあったか分かんない。あと特に記述って、これ充設とか契約書を作る作業なんですよ。もう穴埋めです、数字とか。これ資料を読んで穴埋めなんですけど、どこ埋めていいか分かんない、全然聞いてないと、うん、っていうガチで受けて落ちる人もたまにいます。でもまあ普通は受かるんですよ。という、だからこの登録実務講習をやるにあたって、自宅学習通信講座とスクーリングというのをやんなきゃいけないから、もう忙しいから受けれねえよっていう、そんなことはないです。まあ2日間ね、大事な時間を犠牲にしなきゃいけないっていうのはありますしね。まあ一応通信講座もね、うん、まあ、問題とあと DVD を見るというね、一応作業は与えられますけどね。まあ宅建合格に比べたら全然大した作業じゃありません。ということで、この登録実務講習を受けるイコールものすごい時間が取られて大変なことになるっていうことは間違いなくないです。ということで、時間的なものよりも、まあ、どっちかというと先立つものですよね。で、先立つものに関してはごめんなさいね、今や2万1000って書いてありますね、うん、ですって、うん、まあ、これ、学校とかそういうところによっては違うんでしょうけどね、まあ、これレクではこれでやってますんでね、まあ、とりあえずこの2万1000円という、ね、この金額で、まあ費用が捻出できるかどうか、そこじゃないですか、大事なのは。で、あとはこの登録実務講習で一体どんなことやるのと。で、ワークブックというので、まあ、売買契約書とかね、充設とかね、物件調査とか、どういう内容をやるのかという、もう試験じゃないんですよ。完全に仕事モードでお話し進めていきます。まあ、少なくとも私は。で、例えばですね、これテキストなんですけど、14ページ。これどういう、大体大きな流れとして、売主側業者、買い主側業者、売買の仲介の流れを見ながらどういう仕事をするかっていうのを見ていくんです、2日間かけて。で、まず依頼来ます。まあ、お客さんが来店して受付業務、物件調査、物調と呼ばれるものです。で、この物件調査はね、1日の半分以上使うという、すげえ長い時間使うんですけど、どういう視点で物件を調査するかという、まあ仕事にとっては基本的な大事なことです。うん、あと査定、値段を出す、あとは媒介契約の提出、依頼受けてレインズに載せる、うん、で広告を打つ、でその広告、大げさなことをやっちゃいけないよとか、そういう話があるんですね。で、買い主側で、これ俗に売り主側業者を元付けとか物元業者って言います。物件の元だから。あと買い主側業者のことを客付け業者って言います。客、お客さんの客です。付ける、お客を入居させる方だから客付けって言います。物元、客付け、まあご業界用語なんですよ。あの売主側業者、買い主側業者なんていう言い方はしないんです。物元とか客付けと、あの不動産業界ってやっぱり言葉知らないと電話で何言ってるか分かんない。で、仕事やってる時にすいませんけど物元って何ですかって聞くの恥ずかしいんだよね。うん、そういうのの事前準備というかね、この仕事に、要は試験ではやんなかった言葉とか、そういうその業界の用語とか、そういうのもね、ご説明させていただきます。で、あとは条件交渉で、条件の一致ってありますよね。これ何かというと、買い主が依頼を受けていい物件紹介して、まあ、これ内見とか内覧って言うんですけどね、現地案内で、資金計画って、これローン付けってやつです。で、ローンの話については、話できません。これ会社によって全然状況が違うんです。大手の仲介とかさんだと、仲介業者さんとかだと提携ローンってね、
その会社が保証してすごく通しやすいのがあるんですよ。でそうじゃない、まあ、うちみたいに零細だとね、これもう後輩の銀行のやつにちょっとなんとかしてくれよみたいなね、そういうお願い、これノウハウって言わないじゃないですか。だからね、会社とか事情状況によって全然違うんで、このローンをねうまく通すって、これはね ある程度ノウハウです。これは汎用性がないので、この登録実務講習では話できません。ただ話できないけども、ローンをお客さんの買い主が買いたいって言った時に住宅ローンをうまく通す、ね、ちゃんときっちり通す、これはなかなかね仕事として大変なんですよ、まあ、その大変ですなんていうのは知っといた方がいいでしょうね。であとは条件交渉、条件一致で値段安くしてとか、引き渡しいつまでにしてとかって条件一致させて、例えばです、試験だとこうでしたね、条件が合うなってなったら、はい、契約する前に、契約の前に充設やりますよね、ところがこれ仕事の流れです。今は試験とは関係ないんです。試験とは関係ないというか、試験と違うところを見てください。売買契約書案の作成ってなってください。まあ案ですけどね、契約書作るんですね先に。で充設になってんじゃないですか。なんで充設やって契約じゃないのと、いや充設やって契約なんだけど、契約書の案は充設より前というか同時並行に作っておくんです。どういうことと、これね、重要事項の説明をして買うってなったら契約をして、で契約書を作るのが流れじゃないですか。ところが仕事だと条件があった時点で契約書作っちゃいます。こんなん出ましたと。で充設も作っちゃいます。こんなん出ますと、で重要事項を説明します。その時に売買契約書の案というのを充設の時に一緒に添付して見せます。お客にこういう内容になりました、こんなん出ますよっていう案を見せますということで、契約書もね説明しちゃってんすよ。これね、今宅建試験のお勉強するわけじゃないんですけど、まあ、大体登録実務講習の一番最初にお話しするんですけど、24このね、まあ、皆さんテキストお持ちじゃないんでね、まあ、24ページ書いたんですけどね、取引士の責務、重要事項の説明、重説への決め押印、37書面の決め押印、この3つが取引士の仕事ですよね。取引士じゃなきゃできない仕事ですよね。でここで37書面の決め押印、37書面って契約書ですよね。契約書の説明はいらないですよね。これもう合格した皆さんだったら知ってますよね。重要事項は説明書面に決め押印した、それをもって書面で説明がいる、取引じゃなきゃダメ。でも契約書37条書面は犯行者いい、説明は取引士やんなくていいんですよね。なんででした、まあ、なんででしたって聞かれても、そうやってお勉強しない、ただ丸暗記だったらそれは答えられないんでしょうけど、一応私は講義では契約した内容説明される必要がないからです。納得した内容契約書にするんです。だから説明しなくていいんです。だって契約書説明したら、あ、知ってます、俺納得した内容なんだよって言われちゃうんだよね。だからいらないというのが法律上の話なんですよ。机上の話なんですよ。机の上の理屈なんですよ。だから契約書は説明いらないってなったんです。じゃあですよ、本当にじゃあ仕事で実務で納得した内容を契約書にすると思いますか。皆さんしないですよ。当たり前ですよ。だってめんどくさいですもん。だってこれ契約書をね、納得した内容を契約書にするったら、売り主買い主いるところで、じゃあパソコン早打ちできる人がいて、じゃあこれから契約始めます、どうぞ、第1条、何を言えばいいんですかね。もう困っちゃうじゃないですか、売り主買い主。そうなんですよ、契約した内容、納得した内容をワードとかでコトコト打って契約書にするなんていう、んなかったるい仕事はやってらんないですよ。じゃあどうするか、戻ります、14ページのここでいきますよ。売買契約書案を作る、でもともとあるんです、契約書のひな型が、売り主一般用、業者用みたいな、あるんです、ひな型が。そこに物件の表示と、あとは登記の内容とか、金額とか、そういう今回条件交渉で変えてる内容、そこを書いて入れて、それで作る、でそれを契約書を充設と同時並行に見せて納得してもらって、そこに判行してもらう、こういうやり方じゃないと時間もったいないし、やってらんないですよ。契約した内容をねワードでことを打つなんてやってらんないです。我々が持ってるひな型をカスタマイズして充設と同時並行に説明して、で契約を結ぶ仕事では、だから契約書も説明してんですよ結局、ということなんです。
だから何が言いたいかというと、試験でお勉強した内容がそのまま実務には当てはまらない、試験でやった内容を実務ではこうなるよっていう、その橋渡しがこの講座だと私は思って講義をやってます。だからこのね、登録実務講習って宅建でも教えてる、宅建教えてるだけの先生はできないんですよ。一応実務経験は7年以上、あとは不動産鑑定士とか司法書士とかね、そういう不動産にまつわる、ね、そういう資格者の人、弁護士さんとかね、そういう人じゃないと一応できないという、誰でもできるわけじゃないんです。だからその人の得意な実務の分野、そういう話がね多くなってくる可能性はありますけども、まあ多かれ少なかれ勉強の話ではなくて、その実務の話が聞けるので、それはそれでなかなか聞いてて面白いと思います。だから、まあ、ここのところね、登録実務講習ってこの不動産業界に興味あるなって言うんだったら、やっぱ受けた方がいいですね。お金はかかるけど、やっぱりその不動産業っていうのはこういうもんだ、実際に実務ではこうだ、試験でお勉強したのはこうだけど実はこうなんだっていうね、そういったところが聞いていただけるので、まあ講座の内容としてもおすすめでございます。ということで、せっかく合格したんですから、まあやっぱりね、証しもらいましょうよ、取引書。そのためには取引士にならなきゃいけない。そのためには、はい、実務経験ありゃいらないですけど、実務経験ないとなったら登録実務講習、はい、こちらのレックで皆様のね、登録実務講習を受講していただければ幸いでございます。以上でございます。はい、それではですね、登録実務講習から始まる宅建支援の道、はい、ということで本日お話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。それではお疲れ様です。